最近民からの税が減っているが、理由を知っている者はおるか？いや、さっぱりわかりません。農民の根性が足りないんですよ。お二方は何もわかっていないんですね。おい、長屋王。長屋王は原因がわかっているのですね。はい、もちろんです。申してみなさい。反田収受の方で設定した税が重すぎて農民が逃げてしまっているんです。それなのに民の人数は増えるから与える土地が足りなくなっているという状況です。それでどうすればいいのですか？新たな土地を開墾して区分田を増やし税収を確保すればいいのです。ああ、さすがですね、長屋王。当然です。私は左大臣ですから。では頼みましたよ。え、重税に苦しむ農民は逃げるだけでなく、戸籍の年齢や性別を偽ったり勝手に僧侶になったりする者もいました。なんで私がこんな地味な仕事を？自分で蒔いた種であろう。まあいいです。あの藤原の不人が失敗した政策を私自らの手で正すことができるのですから。これ以上税を減らしたら財政は悪化するという不人殿の判断はあながち間違ってはいないと思うが。結果的に財政は悪化してます。それはそうだが、じゃあ失敗です。ところで新しい土地を開墾するいい方法は思いついているのか？いや、それがさっぱり。え、全くいい案が思いつかないんです。ダメじゃないか。すぐに思いつきます。それよりも新田部親王の姿が見えないが、どこに行きました？さっきまで一緒にいましたよね。いい案が思いついたと言って走っていったぞ。何ですと？新田部親王よ、いい案が思いついたというのは本当ですか？ああ、本当だ。それはどのような100万兆部の開墾計画だ。100万兆部？それはどのように進めるのだ？農民に食料と農具を支給して気合と根性で開墾させるんだ。なんて抽象的な。大丈夫、必ずうまくいく。これは真剣に考えないといけませんね。そのようだな。この計画は現在でいうところの100万ヘクタール以上の土地を開墾しようという大きすぎるスローガンに対して具体的な計画性が乏しかったため、うまくいきませんでした。100万兆部の開墾計画がうまくいっていないことについて説明してください。それに関しては新田部親王が担当しておりますゆえ、私には説明できませぬ。連帯責任です。あの計画には国のお金をかなり使っております。それがこのように小さな成果では現状を打破することはできません。それはそうですが、今年中には新しい法律を施行しなさい。もうすぐお人の王子が即位します。その前に今の問題点は解決しておかなければいけません。今年中ですか？お願いしますね、左大臣。長屋王よ。かしこまりました。今年中に施行なんて無茶ですよ。今年中か、それは困難だな。やっぱり計画を聞いた時に止めるべきだった。新田部は軍事的な才はあるんだが政治的な才はあんまりだからな。それになんで私が叱られるんだ？左大臣だからじゃないか。じゃあいいです。いいのか？それにしても案外難しいんですね、土地の問題というのは。開墾するだけでも一苦労な上に、そこで作物を育てて、なおかつ重税を支払っていたら逃げたくもなるな。水田で一番大変なのは何ですか？一番か。それはやっぱり水路を作ることではないか。水路を作る。水がなければ作物は育たない。でも近くに水路がなければ水を引っ張ってくるところから始めないといけないからな。
それは重労働だな。私も自分でやったことはないが。じゃあ、水路から自分で開いた土地は3台。既存の水路を利用して開いた土地は1台の私有を認めるというのはどうでしょうか。土地の私有を認めるのか。期間限定ですが。そうすれば、新たに土地を開墾することもできるし、自分のものになるとしたら、こぞって開墾するのではないでしょうか。確かに、それはそうかもしれない。よし、この方向で進めましょう。財政の悪化と土地不足を解消するため、723年に政府が打ち出した法令が三税一新の法です。開墾した土地の私有を認めるという画期的な法律だったため、農民たちは競って開拓をしました。しかしこの法律、期限後は国に土地を渡さなければいけなかったため、開墾地は十分に広がらず、成功とは言えませんでした。即位おめでとうございます、おびとの王子。いや、聖武天皇。ありがとう。ずいぶん待たせてしまった感じかな。いえ、そんなことはありません。父も、あの世で喜んでいると思います。フヒト殿には、いくら感謝をしても足りぬ。これからも天皇家、そして藤原家が手と手を取り合って国を豊かにしていこうぞ。はい。三世一新の法が施行された翌年、おびとの王子は聖武天皇として即位しました。第45代目の天皇です。しかし46代目になる予定だった聖武天皇と光明氏の子がわずか満1歳で死去してしまいます。これが引き金となり、長屋王と藤原四兄弟の対立は激化することになります。さて、次回の百花繚乱歴史伝は729年に起きた大きな出来事、長屋王の変にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。